2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度をめどに実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆したよ。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められているぜ。さて今回はそんな国産長距離攻撃兵器であるスタンドオフミサイルの整備の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていたよ。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているんだけど、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだね。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦隊艦、艦隊地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイルなどよりは格段に長射程だな。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにするぜ。そうした意見も一理あることは完全には否定はできないけど、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側はそれらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られるからね。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば自分の艦艇や地上の設備に、損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待されるよ。ただし欲を言えば不幸にして実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える。数量のミサイルを投射できればなお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとないよな。その意味でもスタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われるぜ。このところ主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見えるよね。ストームシャドウは航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ、250km ほどと言われており、それでもこれまでの供与兵器の中では最大の長距離兵器と目されているんだ。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網はその迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高いよ。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであってもある程度の防空網を備えた、ロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われるよな。さてそれでは日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だろうね。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離はおよそ 200km 弱と、残念ながら長射程といえる性能ではないんだ。
しかしロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離が、およそ 250km ほどとされる同ミサイルであってもその価値に疑いの余地はないため、現行の12式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されると思うよ。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的にはさらにおよそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれているんだ。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体はステルス性能を加味したほとんど、オリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も九州本土から物理的な対応を可能とするものとなるな。またオリジナルの12式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では航空機に搭載する型式や、艦艇に搭載する型式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されているぜ。これによって運用は陸海空3自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるけど、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定だね。次に当初防衛用の高速滑空弾だけど、こちらは飛翔速度が音速を超過すると目されており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の要と位置づけられているんだ。当初防衛用の高速滑空弾は、12式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空対 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろうな。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代以降目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで、延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされるぜ。また潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm、魚雷発射艦6門から運用可能なのものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるってわけだ。この潜水艦に搭載する誘導弾も、12式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難と目されるよ。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様にやはり対艦対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろうね。海上自衛隊では VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。